どうもこんにちは、ドンコメです。今回お伝えするのは、こちらの情報です。鉄道会社の多くは、日本政府や都道府県知事による列車の減便要請に従い、始発、終電時間帯の変更を行いました。しかし、実際には、前日や翌日のための車両、乗務員などのやりくりのため、本来なら営業列車となる列車を乗客を乗せないだけで、回送列車として運転していることも珍しくありませんでした。これらは、鉄道会社にとって、電気代、人件費などの費用は変わらず、旅客収入は全く変わらないので、ただただ損をしているだけでした。しかし、ここで鉄道会社は、あることをするべきだったと、私は考えています。それは、減便列車の貸切扱いです。特定の列車を、政府や都道府県知事の意向により、一般の旅客を乗車させなかったわけですから、それは、やっていることは、貸切列車と同じです。方向幕は、回送ではなく、貸切、と表示するべきだったと言えるでしょう。いっそのこと、遡って、貸切乗車券を発行して、政府、都道府県知事に請求してもいいと、私は考えます。貸切列車の料金は、会社によって、異なる料金設定となっているかと思いますが、少なくとも、回送列車のままであるよりは、運賃収入が入ることは間違いないでしょう。何をバカなことを言っているんだ、と思っている方も多いかと思います。しかし、もしこれが実現すれば、実質、収入0円だった列車が、数十万円単位の収入へと、早変わりする、と説明したら、印象も変わるのではないかと思います。例えば、JR 東日本の山手線内回りでは、池袋、0時38分発、大崎行きという最終電車がありましたが、現在、この電車は、池袋止まりになっています。もしこの電車が、本当は、大崎まで、回送運転を、しているとしたら、池袋から大崎までの間は、収入ゼロの列車を、走らせていることになります。ところが、もしも、池袋から大崎までが、貸切扱いだった場合、141万3680円の価値がある列車へと変身します。どういう計算式かというと、JR 東日本の貸切旅客運賃の規定によれば、固定編成車両を貸切とする場合は、その設備定員に相当する大人普通旅客運賃を収受すると書かれています。山手線 E235系0 番台なら1724名です。さらに、貸切旅客運賃には、最低金額の設定があり、どんなに行程が短くても、50km 相当分の旅客運賃とする、という規定があるようです。山手線の池袋から大崎は、通常だと 13.4km しかありませんが、貸切列車の場合は、50km 分の料金が発生する、ということです。つまり、通常、1人200円のところを、電車特定区間50km 料金で、1人820円として、計算することになります。これらを計算すると、1724×820 で、141万3680円、となるわけです。当たり前ですが、通常の営業列車を運転するよりも、ずっと高収入が得られるわけです。1日1本で、141万3680円の増収、1年継続なら、5億円にも達します。もちろん、他にも対象列車があるでしょうから、1日2000本あれば、年間、1兆円にも達します。しかも、この、最低料金の規定を、利用すれば、一駅だけの列車でも、同じ料金が発生することになります。もちろん、これはあくまでも、JR 東日本の例なので、最低料金や、貸切料金の設定がない鉄道会社もあるかとは、思うのですが、要するに、言いたいことは、政府や、各自治体の要請に基づいて、減便や運休、特に、営業列車を回送へ変更したことについて、貸切列車扱いとして、堂々と料金を請求する権利が、鉄道会社にはあるはずだ、ということです。この1年間、ほとんど鉄道会社に対する救済は、ありませんでした。支援もこれから議論されるという段階で、とてもじゃありませんが、遅すぎるありさまです。そうではなくて、これは、あくまでも、未払いの、貸切料金の請求です。権利は、鉄道会社にあります。営利企業に対して、要請を、行うのであれば、しかるべき料金を支払う必要があるのは、当然のことではないでしょうか？対象の列車は、何も、始発、最終時間帯の列車に、必
限る必要もないでしょう。定期列車の中で、特に利用が少ない、と、分かっている列車を、政府、都道府県知事による、貸切列車扱いとして、運賃請求をすれば良いのです。ここで重要なのは、運休ではなく、実際に走らせる、ということです。運休の場合は、払い戻しの対象となってしまうからです。もしも、列車本数などの都合上、列車単位での貸切扱いが、難しい場合は、車両単位での貸切という方法もあるでしょう。そういえば、利用者が激減した、京成スカイライナーで、帰国者、入国者、専用車両の取り扱いが、行われています。そもそも、日本への、新規入国規制が行われていたはずの中、なぜ、このようなサービスを、始めたのか、正直、理解に苦しんでいたのですが、このような理由だったとすれば、納得のいく取り扱いだったのかもしれませんね。JR の成田エクスプレスは、現在、日中時間帯の列車が、運休となっていますが、これらをすべて貸切扱いとできれば、1列車あたり、約50万円、1日あたり、500万円以上を請求できることとなるでしょう。